どうも、鍋チャンネルのたけちゃんです。今日ね、いつものアピカツさでね、ちょっとこれカズダコ、タコなんだね。これ、イギダタコ、水ダコの足見つけたんだけど、ちょっとこれと重せえのよ。だから今ちょっとうずさいって何が面白いのか説明しますからね。じゃあ、うち行きましょう。はいはい、レッツゴー。はい、どうも。じゃあね、うちの方帰ってきたんでね、これ見て、でてーん、これさっきのタコ、これ見て、あれださっき見たけど、あ、ほんだ、ほんだな。さっき見ただ、はい、な、びっくりすんなよ、よく撮ってるよ、行くぞ。まだ生きてます。ほら、本当だ、わかる、これやべー、やばいでしょ。だから今日はこちらの方のちょっとカズダコ、ちょっと生で食べてみますよ、刺身にしてね。まあもちろんこんなには食いきれないんで、今日の夜の鍋ちゃんのメニューにカズダコ乗っけようかと思って、お刺身でね。すごいでしょこれ、ほら、わかる、これまだ吸い付くんだよ、ほら、あれこれね、ほらやばいべ。じゃあちょっとね、どんなもんだかまず売る前に俺自分でちょっと食ってみるからな。よし、よし、いやこれはメス、何が足、吸盤でもいいんでしょ、オスかメスか。あんだ、なんで知ってんだもん。アダマイガラ、え、アダマイガラ、実はなんか俺は知らねえもん。よし、じゃあまずね、オクトパス、え、何、オクトパスおめえ、このおめえ、うずしてやる。オクトパス、何、オクトパス、オクトパス、タグマジ、タグマジ、うちのあんちゃん、オクトパスとか言ってするこれ。だいぶバッキャロだな、ドロドロバレする、ゴリゴリね、若っかな、ちょっと待ってね、これハイミデだな。うん、それを決めちゃ味見してやっぱり、これ本日当初見えません、決めちゃちっちゃくて、うちのおばちゃん、はい、正規じゃん、ちょうだいちょうだい、まん丸なの、まん丸、あ、ほんとだ、うまいな、新キャラクター決めちゃんです、決めちゃん、これやべえからな、このうちのおばちゃん。何やってんの、カズマで一番だんだ、体重な、後ろ向いてみろ、早く後ろ、 B マックスだと、ほらコロナ自身で3倍、 B マックスです、お兄ちゃん、これ食ってみろ、早く、うん、ほら、どんなんだからな、食リポだから、まあまあ、うん、すっごいよこれ、うまいね、うまいな、何作らしても食えんの、うん、だって食感はなんかちょっと貝っぽいの、なんでも、うん、よかに、うん、はい、食ってみろ、はい、どうぞ、いただきます。味はな、違う、味はあさっぱりしてる、うん、じゃあ私もちょっと食べてみる、うん、何味、タコ、タコ、当たり前だ、タコってなのに、あ、うめえな、これうめえ、うめえ、あ、うめえ、うめえ、うめえ、あ、これすごい、うん、まあこれね、今安倍さんさ聞いてきたっけ、明日ぐらいまで普通に生きてるっつうから、なるほど、とりあえず今日鍋ちゃんでこれ刺身で出すんで、もし気になる方いたらぜひ食べに来てみてください。たっちゃん待ってっと、おね、じゃあまた会いましょう、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、はい、バイバーイ。